ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日もまた、食と添加物、もう第9回を迎えましてね。私はもう脱線しがちな人で、もう講義してても脱線ばっかなんですけど、もうできるだけそれを抑えようと思って、いつも気をつけてるんですよ。だけど、これを今話さなきゃと思ってすぐ脱線するんで、このひばりクラブもですね、シリーズ日本のこと話してると思ったら、なんか別のことになったりして、いつも反省してるんですけども、この食と添加物だけは自然に私の気持ちがですね、脱線に向かないんですよ。これで第9回にもなりましてね、まだ基礎やっております。で、まあそのトランス脂肪酸ばかりじゃありませんが、いろんな食品添加物の話についても勉強しておりまして、この前勉強してましたらね、やっぱり専門家の言う人聞いてたら、この人、お医者さんだったんですけど、それは。まず第一に出てくる論文がみんなアメリカ、ヨーロッパの論文なんですよ。アメリカ、ヨーロッパの人の体とね、日本人の体と違うって、そんなことも分かってないのっていう感じがしましたのが一つと、その人はやっぱり植物油、今日話すの植物油なんですけど、植物油についてはちょっとやっぱり疑問を持ってましたね。だからまあそれはいいかなというふうに思いました。で、今日は植物油の話なんですが、要するに何か戦後の一時期にですね、サラダオイル、これは日本語なんですけどね、外国はこんな危険なものは食べませんが、それをこのサラダに、野菜のナッパにかけて食べるなんていうのが流行ってましたね。今でもなんか女性でサラダを好きな人がいて、サラダオイルなんかかけたりしてますが、最近はまあ塩かけたり少し工夫してますけどね。まあ、サラダってもともと言葉がサラダっていう言葉、語源はソルトだと思うんですね。塩、ソルト。それがサラダになったと思います。私はそう思ってますね。まあ、そういうふうに書いてあります。この図は、ここに図をちょっと抱えておりますが、図はですね、危険度を示してるんですね。それで、これは減らした方がいいっていうのと、増やした方がいいっていうのと、日本人の現在の食についてですね。植物油なんか典型的にもうとにかく減らさんでいかん。ヨーロッパでもそうなんですよ。で、ところが、植物油をサラサラサラダなんていう放送がね、NHK でありましてね、長くやってましたよ。なんかサラダを食べると血液サラサラ。違うって言うんですよ。逆だって言うんですね。それで、ところが、昨日かな、勉強したお医者さんのやつには、何かやはりそういう似たようなこと言ってましたね。植物油を食べてコレステロールがどうのこうの、血液サラサラ、全部違いますんでね。よくね、人の健康に関係することを十分に調査もされずに言うなと思ったりしてるんですけどね。まあ、その職業的に知識をとか情報を伝える人はですね、例えば私がタバコを吸ったら肺がんが増えるだろうと。まあ30年前に本書いたと。それで、タバコを吸って肺がんを減らそうって言った人が多いんですよ。本当ですかと。ね。そういうやっぱり疑いと、やっぱり真摯な心がいりますよね。ところで、まあこれは日本油脂学会、食品油脂学会かな。まあ大変に立派な会長さんもいたり、まあ私も本を何個か送っていただいて読んだりしまして勉強しましてね。やっぱりちゃんとしたデータに基づいて、専門的な見地からものを言うってことが必要でですね。まあ、テレビ局も民間のテレビ局も、声優会社からコマーシャルもらってるからつってね、見てる人をごまかすというようなことしちゃいけませんね。ところで、今日の次第はですね、日本の食品の歴史をですね、ずっと、まあ、江戸時代、平安時代からのものを読みますとね、やっぱり植物油は日本人にも悪かったんですよ。ですから、日本人は特に動物をあんまり食べませんでしたね。豚とか牛食べませんから。まあ、それもあって動物の油を取るのが少なかったもんですからね。植物の油はさらに難しかったんですよ。で、私はトランス脂肪酸とかなんとかいうデータを昨日こうずっとお医者さんが解説したのを聞いてましたらね、そこの基本がないんですよ。要するに植物油ってのはどういうものか。動物油ってのはどういうものか。ね、人類に対して、人に対して、その、油とは言うけど一言で、どういう風になってんのか。それで、人工のは悪い、人工のは悪いって言ってんですよ。水素を添加したり、悪いって言ってんですけど。要するに、動物の油、植物の油、植物の油でもいろいろありますよね。まあ、サラダ油もあれば、ごま油もあるし、いろいろありますよね。まあ、中国だったらごま油なんか割合多く使いますよ。それから、それは、もちろん中国人にごま油がどうかっていう問題と、もう一つは、中国人が豚肉を多く食べるので、豚の油も必然的に取りますね。その豚の油を食べてる人がごま油を食べるといいか。それとも、日本人のように豚の油を取らなかった時代に、江戸時代とか平安時代とか、そういう時代に植物油がいいかっていう問題は全然違うんですよ。
まあ、これはこの入試学会のこの今日ね、お出しする、グラフによく載ってますんで、これをじっくりと棒グラフで読みやすいんで、我々はこういうものを増やした方がいいのか、減らした方がいいのかということが、もう非常に一目瞭然に書いてあります。よくご覧いただければね、自分とかご家族の健康を保つことができると思いますね。まあ、いい加減なことを言う人のことを聞かずに、特にアメリカ、ヨーロッパの論文を言う人とかね、人口だから悪いんだ。確かに人口の悪いものあるんですよ。やっぱり天然のものがいいのは確かなんです。だけども、いいのが多いのはどうしていいかというと、人間が今まで体を1万年続けてくるでしょ。これがね、変なんですよ。天然のものはいい、人工のものは危険なんだって言ってる人がね、パンなんかを勧めてんですよ。なんだと思うんですね。